久保さん確かに堂々巡りですね。<laughs> まあ、久保さんの言う通りね、本当に買いたいものって、レビュー見るんだけど、意識が買いたいに行ってるんで、買ってよかったっていうレビューに行くんですよね。面白いもので、人って。<laughs> だから、これは間違いないって信じて信じようとしている意識の場合、どういうものを受信するかっていうと、できるだけ悪いものを排除しようっていうのが無意識的にね、こう発生するんですよ。こ面白い心理。 ですよね、僕も買いたいな,と思,った買いたいなと思ってでいいレビューばっかり見たいんですよ。買いたいと思ってるからね。それを肯定してくれる人みたいなね。そううん、だからそのよくそのネットビジネスでこうパーティーみたいな感じでね。わっしょいみたいなのやってるじゃないですか。やっぱあれっていうのはあのなんでさ自己啓発セミナーとかもそうなんだけども結局自分がいいと思っているものをそこにいいと思っている人が集まって。 あのー、で、肯定してみんなではやるから楽しいんですよね。うん。そう。面白いですね、人間っつうのは。で、今回はね、新車は誰でも買えるにしましょうか。新車は誰でも買える。まあ、僕ね、あの、まあ、人生ではあの、新車一度も買ったことがないんで、まあ、その経験として新車を買うとどういう体験がで得られるのかっていうのを味わいたいなと。 でプラス、まあ、実際にまあ維持費のこともあるわけですよ。まあ、新車で買った方が手厚い保証、しかも最新、まあ、あ R34 はもう20年前の車ですから、やっぱその修,修理は、それは今の最新の車に比べるとね、それはガタ来きてますから、いろいろ手直しないといけないですよ。 だからランニングコストだったりとかいろんなことを考えるとやっぱりそのなんだ新車の方がねまあだから僕が買おうとしてるのは BM のやつなんですけど BM をマックス5年保証まあこれオプションなんですけど3年保証は無料で付いててプラス2年もあのお金払ったら保証付けられるんですよだからそのオイル交換だなん,なんだいろんな保証ですよね全部付いてるみたいなでもねまあいろいろ売るっていうことを決めてからまたその 考え,始めて考え始めたんですよね、うん、また違う思想ですよね、待てよと、いやタイトルの通り、いや新車っつうのは誰でも買えるなと <laughs>、ねまあ、もちろんね、新車の中でもね、本当にロールスロイスとか、もう本当にそのごく一部の VIP しか買えない車はもちろんあるんだけども、まあ、僕が買おうとしてるやつは1300、1400万ぐらいなんですよ。 で、まあ、金払えば誰でも買えるんですよね、別に。その、ロールスロイスとかなんか、ロールスロイスもお金あれば買えるんじゃないかな。どうなのかな。まあ、その、なんか世界で、その、なんだ、なんかその、超速いスポーツか、なんだっけな、あの、三百四400キロ出るやつ。あれはどうなんだろうな。まあまあまあ、あるじゃないですか、そういうのは、一部。うん。だその、カード、カードで言うならば、ブラックカードみたいなね。一部の人しか、まあ、あの、ね。 えー、オファーが来ないみたいなのあ,るあるわけなんですけども R34 に関してはこれまあ今は出てるけどもじゃあ、まあと要は作られてないので新しくね新しく作られてない以上もう今あるものしかないんですよねって考えるとその価値を考えるとこれは乗ってた方がいいんじゃないかなみたいなね <laughs> 新車は別に作られるし金払えばね 清掃,し清掃してくれるわけですよ。今、日産に金積んでもね、あれを工場で1台作ってくれるってことはないですよ。<laughs> 多分ね、まあ分かんないですよ。100億ぐらい積んだらね、まあ分かんないですけど、日産も動くかもしれないですけどね。そう。部品も1から作ってみたいな。まあ、100億の利益出るんだったら、そりゃあ、あの、1から部品作るよみたいなね。<laughs> そう。まあ結構金ですね。<laughs> 100億あったら日産も動くかもしれないですね。 だ企業でも100億の利益だったら、まあ、動いてもいいですよね。うん、結局、金か。<laughs> まあ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 、それは現実的な話ではないので、まあ、仮想のお話ですけども、まあ、作られてないので、作られないものに価値、だどこに価値を置くかですよね、あもう今後、作られないんだっていう、じゃあこれ、今あるものしかないんだなっていう、そこに価値を見出すのか、それとも新しく作られてる。 最新のもののもに価値を見出すのかうんだからこれはいろいろ裾野が人それぞれ違うと思うんですよね。例えば骨董品とかもわすごくいい例でな何百年前の壺え。何百万、何百年前の壺やんみたいなね。掛け軸とかもね。そいいつ書いた掛け軸やねんみたいなね,ね。知る人は知ってるかもしれないですけどそれ何百年前の掛け軸やねんみたいなね。<laughs> それ何千万つくわけじゃないですか。うーん そうだから価値っていうのは非常に面白いですね。だから、どこに自分の価値を置くかによって価値が変わるっていうね。うん、だからすごく価格に関しては、すげえシンプルなんですよ。価格ついてる終了なんですよね。そう。だからその価値っていうのは、本当にその人の思考の、まあ思いの深さだったりとか、思考の深さが価値なんじゃないかなと。だって仮想通貨とかもそうじゃないですか。あんなの人の感情の思いの強さ。 もしくは、やろな、欲望の強さだったりとか、まあ、それが価値を上げてるわけですよね。そもそも、仮想なんで。<laughs> まあまあ、1万円の札束もそうなん、一万円の札もそうですよね。あれに1万円の価値がありますよって定義づけてるだけであって、まあ、はたから見たらね、宇宙人から見たら、ただの紙切れじゃないですか。ね。地球外の人が見たら、ただの紙切れですよね。そう 1>, 1万円を作るのに1万円かかんないですからね。原価1万円かかんないですよねも。もはや1円作る方が原価高いんじゃないかなっていう。そう、なんか面白いですよね、これはね。本当に。で、まあ、あの、なんだろうな。うん、まあ、あ五百今回その、ジモティで500円と1000円、こう実験したいなと思ってるんですけども、まあ、そのね、あの、オファーした人が買うってなった場合は500円で譲りますけども、 まあ500円と1000円だったらどうなのかなっていう。で、これも結局またテストできるし、まあ実際にもう、ジモティでね、ドタキャンあったことをネタに僕はもう動画撮ってますし。<laughs> まあまあまあ、なんだ。どんなことがあってもね、プラスに変えられますんで、まあいいんですけど。うん。まあだからね、まあバーゲンセールの話も、まあ本当にそうですよね。うん。だから、やっぱその価値を、 価値を受信できるようになったっていうのが、これは人生の価値なんじゃないかなと思いますね。価値を受信できるようになった、なったっていうことが人生の価値であると。そう。これ難しいかもしれないですけどね。まあ多くの人は、まあ久保さんも僕もそうですけど、一番最初はやっぱバーゲンセールなんですよ。価値見れないんですよ。お金ないし、その、視野もね、狭いから。うーん だから今はやっぱ価値を見れるようになったっていうのはやっぱ人生の価値ですね、うん、そしてあの価値をあの受信できるようになると人生勝てるっていうね <laughs> そう人生勝ちですね <laughs>、うん、でもほとんどの人が負ける理由は、ね、価格に右往左往するっていうね <laughs> そうだからそのそのラットレースから抜け早く抜けるってことですね 早くその、ね、価格競争のラットレースというか価格のジレンマから抜けるっていうのはすごく大事なことだと思いますよ。うん、そう。だからよくお金持ちの人がね、価格を見ず、値札をつけず買うみたいなのあるじゃないですか。で、あれのもっと深掘りをするならば、深掘りをするならばですよ、浅い言葉ではなくでも今の言葉って結構浅いじゃないですか。値札を見ず買えるようになるよう、金持ちになるといもっと深く思想するんだったら、 いや、値札なんか必要、俺には必要ないと。俺が本当に欲しいかどうか、価値で見てるから値札はいらないっていう話です。もっとこれをね、もっと深く話すならば。いやいや、俺は大衆と同じように価格で判断はしないよと。俺が欲しいものに対してかあの金を払うから値札はいらんと。うん、でまあ値札は見た方がいいんですけど。<laughs> でも、うん、多分まあそういう感じかなと、今は説明できますけどね。昔はその、 まあそんな説明もできなかったし理解もできなかったですけどただそれを理解していて価格は見ますそうだから強いですね価格も見るし価値も見るっていうねこれハイブリッドでこれが一番いいんじゃないかなと思いますよねだけどどっちを優先するかっていうと価値を優先しますねうんどっちを優先するんですかとうんまあ例えばこのパソコンも,もう久保さんこのファンの方にも売却が決まりまして20万で売るんですけど入金待ちですもう,こう売れます で、また、あ、新しい、今度70万のパソコン買うんですよ、久保さん。ね。70万のパソコンって価格で見たらクソ高いですよね。どうですか ?70 万のパソコン買いますよ、普通の一般の人が。まあまあ手出さないですよね。僕70万今度買うんですけど。でもそれは価値を感じてるからですね。うん。どういう価値の感じ方かっていうと、従業員を雇うよりクソ安いっていうね。<laughs> 従業員を雇う価値よりパソコンを雇う価値の方が高いと思ってるからですね。うん。だから安いと。コスパがいいと。 70万のパソコンもコスパがいいと僕は思うわけですよ。だけどお金がないとそうは思えないし、稼ぐ力がないとそうは思えないですよね。うん。だからやっぱ稼げる力、ある程度、あのー、それはね、持つべきですね。はい。いってらっしゃい。